何点？100点。100点、100点いきたい。100点いった。100点、これチョコレート大好き。なんか最後になんかチョコレートがふわってくるね。100点あんちゃん。おお、止まらない。どんどんいきます。日本でじゃあお世間今日のゲストはきょうちゃんとあんちゃんです。何歳ですか？9歳です。6歳です。今日は2人に台湾のお菓子を食べてもらいたい。はい、まず1つ目これね。これ何だと思う？おすすめ。え、何だろう？どんな感じだと思う？知らない。タコの。え、イカ？イカ？これイカ？イカ。じゃあ食べてみよう。じゃあ食べてみよう。じゃあちょっと目つぶってください。はい、どうぞ見てください。何これ？こういう。あれだね。はい、どうぞ。じゃあ3人でせーの。どう？ん、美味しい。なんかもっと食べていいよ。どんな味する？なんか、え？なんか日本に似たのある？うん、ある？なんかある。え、こういう味のはある？ある。うん、こんなに甘くて美味しい。うん、何点？美味しい。なんかそう、80点。おお、すごい。90点。おお、2人ともいい点数だね。はい、じゃあ次の行ってみよう。はい、次ね、これ私も食べたことありません。初めて買った。なんだと思う？なんか台湾の昔からあるお菓子。なんかヤンノミみたいな。ね、ヤンノミって何？ヤシの実かな。お、思ったより全然違う。太い。ちょっとくるんっていう感じだと思ったよね。うん、あんちゃん、ちょっと、はい、はい、食べてみて。ココナッツサンブルみたい。ね、おいしい。おいしい。いや、食べどう？きょうちゃんの顔が70点。70点。きょうちゃんは65。おお。あんちゃんは70。ちょっと中見せて。なんか口の中に入れたらすぐジュワーみたいな。うん、ジュワーって。じゃあ次。いい。あ、こっちの方が好きだった。こっちの方が好き。これ3つ目はこれね、チョコレートが中に入ってるパイね。お尻みたいな形。だったら桃って言って、それか栗って言って。開けて。開けた。開けた。臭くない。中はこんな感じ、感じだね。どう？これはね、結構台湾の子供たちがみんな食べてる。このブランド人気なの。うん、おいしい。何点？100点。100点、100点いきたい。100点いった。100点。これチョコレート大好き。なんか最後になんかチョコレートがふわってくるね。100点あんちゃん。おお、止まらない。どんどんいきますよ。はい、次4つ目はニンニクのお菓子かな。はい、開けます。いや、ニンニク、ニンニクだ。くざって言った人がいます。でもなんか見た目は美味しそう。なんかねじねじ。これ好きなのね。どう？美味しい。あんちゃんは？ニンニクだよ。ニンニクとクッキーが混ざった感じ？うん、まあそんな感じ。ニンニククッキーみたいな。え、クッキー？ニンニク。日本にさ、ニンニクのお菓子ってあんまりないでしょ？ない。うん。何点？98点ぐらい。おー、70点。いまいちバランスがちょっとこけたみたいな。98点とか。同じ。じゃあ次の食べてみよう。なんかね、これにゴマがかかってるみたいよね。ゴマがあるもんね。これね、マンゴーみたい。だれれれれれれれ。面白い絵なの。あ、ここはかわいい。なんか、うん、目かな。目と口みたい。どんなお菓子？予想は。お魚の味かな。え、でもゴマ？でもちょっと甘っぽい。ください。じゃあ2つ。
魚。なんかちょっとこれと似てる味。なんか魚の骨みたい。うん、似てる。魚の骨。じゃあどう？ちょっと口直し。何点ですか？今の。80点ぐらい。80点。うん。もううちは79点かな。じゃあ100点。これと同じ感じ？うん。美味しい？あと最後に二人ともこっち行っててくれる？うん、あっち行っててくれる？今からちょっと二人がトイレ行ってる間に。あ、秘密ですけど、これ開けて食べさせて。じゃあ準備します。これはめっちゃ美味しいって言っときます。はい、じゃあ今からあげます。はい、これ言ってたいちご味です。いちご、あの待ってね、いっせーのでみんなで食べようね。最後はあのあれだから、いっせーの。でもそうでしょ。じゃあここでいっせーので、はい。この味、きたきた、久しぶり久しぶり。ええ酸っぱい？うん、最後甘いから。あ、じゃあ顔がすぐ甘くなるから待ってて。あやべ、もう飲め。すぐ甘くなる、すぐ甘くなる。実はこれ台湾の昔のドッキリ飴でした。え、あ、大丈夫大丈夫。実はね、これ最後は甘くなるんですけど、うん、それまでがね、結構きついんです、うん、めちゃくちゃきつい。はい、ジェシャー、イエーイ。じゃあ、どれが一番美味しかった？じゃあ、みんなで美味しかったの一つ指さそう。え、二つだ。二つだ。あ、じゃあ一番美味しかったの一、うん、個。せーの、で、おー、え、これで絶対にこれ。え、あ、最初はシュワーってきたけど、でもなんか神様に助けられたの。神様助けてくれた感じ。え、そうなんだ。じゃあ一番苦手だったの。いっせーので、おお、うん、重いこれで兄弟でも分かれましたね。これが一番好きで一番嫌い。苦手。はい、じゃあこういう結果になりました。ね、じゃあ今度台湾に来てもらおう、遊びにね、うん、もっといろんなお菓子あるから。シェシェダジャー、バイバーイ。あんちゃんが好きなやつ言います。これとこれとこれ、え、これこれ、1、2、3、4、5、6。おお、やっぱり5位が飴でしたか。シュワーできて、あの出してたもん。出したところはモザイクね。